皆さん、こんにちは。今回は昭和時代ではとても寛容だったタバコの変遷を紹介していきます。現代ではタバコの値上がりだけでなく、喫煙場所も限られていってしまい、愛煙家にとってはとても肩身の狭い時代になってしまいましたね。昭和時代は路上喫煙どころか、時や場所を問わずタバコが許された時代。ドラマでタバコを吸うシーンや、未成年がタバコを購入しても周りの大人に咎められることなく、タバコの規制がゆるゆるでもありました。そこで昭和初期のタバコ事情や銘柄、あるあるエピソードを振り返っていきます。そんな懐かしく、あの頃は良かったなんて思い出を思い返していきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。ぜひ愛煙家、過去愛煙家だった人はコメントに、どの銘柄が好きだった、こんなエピソードがあったなど、思い出を共有してもらえればと思います。では早速行ってみましょう。現代では F1 スポンサーでも馴染みが深いマルボロであったり、シンプルながらおしゃれなパッケージのセブンスターであったりと、長く親しまれているタバコがありますが、明治から昭和にかけてチェリーを愛煙していた人も多いでしょう。1904年に発売されたチェリーは、完成タバコとして大蔵省専売局から世に出た銘柄ですね。完成という言葉から、政府が主導で製造していたタバコですが、現在は禁煙、分煙を訴える方針を考えると、タバコを製造販売しようとする方針には、なんとも不思議な感じがしますね。バージニア派を使用した細巻きタバコで、甘みを感じる両切りタイプでした。細巻きの缶入り50本タイプがあれば、太巻きの箱入り10本タイプもあり、嗜好に合わせて選ぶこともできました。数多くの著名人が愛したタバコでも有名で、時代小説作家の池波正太郎さんは、チェリーのうまさはピースどころじゃないとも語ったんだとか。他にもスタジオジブリの映画「風立ちぬ」で主人公の堀越二郎が吸ったタバコもチェリーだったことで注目されました。一時は生産販売が減退したものの、1970年に日本専売公社から2代目が登場。アニメ監督の宮崎駿さんや YMO メンバーでミュージシャンの細野晴臣さん、政治家で元首相の橋本龍太郎さんなど、多くの著名人に愛されました。チェリーと同じく古参のタバコとなると、ゴールデンバットも当てはまりますね。チェリーから遅れること2年、1906年に大蔵省専売局が発売しました。ご存知の人も多いと思いますが、ゴールデンバットは旧三級品タバコの一つ。タバコは使用する葉の質に合わせて等級区分されています。1級、2級、3級と分かれていますが、上質な葉を使う1級や2級と違い、3級は中級または下級の葉を使うので、タバコの価格も安くなります。そのため3級品に分類されたゴールデンバットをはじめとした若葉、エコー、新生などは大人の懐に優しい値段で販売されていました。旧三級品であることが功を奏して、2022年までのロングセラーを誇るタバコとして君臨することになりました。例えば2018年にゴールデンバットは1箱330円でしたが、メビウスは1箱480円だったことから、不況下でも楽しめる嗜好品として選ばれるのも納得ですね。先ほど旧三級品で出てきた若葉、エコー、新生も合わせて紹介しておきましょう。まずは1949年に販売開始された新生の銘柄表記は新生。ただ名称の意味合いは、戦後間もなく復興を背景にしたことから新生が授けられたとされているようです。ゴールデンバットに代わって人気に火がついたタバコとなりました。発売スタート時から両切りタイプで、フィルターがなかったことから、ダイレクトに甘みを感じられる、タバコ本来の味がガツンとくる、と愛煙家にも受けた商品であることは間違いないでしょう。新生は、メディア露出も多く、テレビドラマ、菊次郎と先、にて、陣内孝則さん扮する北野菊次郎が、新生を吸うシーンや、アニメ、ルパン三世、では銭形警部の愛飲タバコであることも知られています。続いてのエコーは、日本で最安値のフィルター付きタバコとして世に浸透していた時期もありましたね。タバコにスポットを当てた増税の繰り返しで、タバコの値上げを余儀なくされる中でも、エコーは売り上げをぐんぐん伸ばしたという記録もあります。
年度売上は人気銘柄に隠れて上位トップ20にも入らない状況でしたが、増税の煽りを受けながらも2010年度は19位、2011年は8位と大躍進を遂げることになりました。939品タバコは2019年に廃止となる流れを組んでいますが、廃止の1年前2018年では1箱350円でゴールデンバットと肩を並べるほどの安価なタバコとして親しまれていました。俳優の松田優作さんがエコーを愛飲していたのは有名な話ですが、タバコが絵になる俳優だよな、今じゃ放送規制かもしれないけどタバコを吸うシーンが良いんだよと、当時のワンシーンを懐かしみたくなりますね。探偵物語で吸ってたのはエコーと疑問も上がっていますが、エコーではなくピースと判明しています。最後の若葉ですが、ここまで紹介してきた939品の中ではロングサイズを誇ります。レギュラーサイズの紙タバコの長さが 7cm とされていますが、現在使われている日本の紙幣の盾の長さ分くらいです。しかし若葉は 8cm でさらに 1cm 長いサイズとなっていました。販売実績もエコーと同じように増税の最中でも売り上げを上昇させた銘柄で、段階的に値上げされながらも2018年4月で1箱360円の価格でした。ただしここまで紹介してきた939品のタバコと少し異なる点は、若葉に関しては2019年9月以降も葉巻タバコの一種リトルシガーとして若葉シガーの銘柄があるようです。現在ならフィルター付き、メンソール入りといったタバコの趣向も様々ですが、日本初のメンソール入りのタバコといえば栄ではないでしょうか。パッケージラベルは幾何学的デザインをあしらった斬新なものとは離れた目を引くようなものではないですね。1938年に販売開始となった栄ですが、その当時は戦時真っ只中のタイミング、揺れる稲穂をデザインしたものなので、戦時下でも至極の一服を味わいたかった世相を反映したようなデザインにも見えてしまいます。デザイン性から発売前の銘柄名はのどかという案も出ていたほど、昭和時代ではタバコイコール男の嗜好品のイメージがかなり強いと思いますが、メンソール入りですっきり感を味わえる上にたっぷり吸っても喉を痛めにくいことから、女性向けのタバコとして企画された証言もあるようですね。ただメンソールに配合される発火が医薬品の原材料にもなったことから、栄は2年間という短命で製造販売を終了することになりました。戦時下でも愛煙家や戦地へ赴く兵士が口にしたタバコですが、戦後になるとさらに嗜好品としての愛飲が加速して、様々な銘柄のタバコが世に排出されるようになっていきます。例えば戦後すぐの1948年に発売のイコイがその一つと言えるでしょう。販売当初の銘柄名はひらがなではなく漢字一字でのイコイ、一旦製造が中止されたもののひらがな表記のイコイで再開されます。銘柄名に合わせてパッケージラベルには中央に渋給付の音楽記号を施す遊び心も感じさせますね。ただこのイコイは現代の世相と比べたら逆行していることがたくさんある、曰く付きのタバコでもあります。今日も元気だ、タバコがうまい、このフレーズをもじったコピーをよく耳にしたと思いますが、元ネタはタバコイコイから来ています。しかもこのコピーを考え掲載したのは日本船売公社が打ち出した公式ポスターに添えられたものだったんですね。しかも地方で展開した国土緑化記念用のデザインされたものや、赤い羽共同募金用のデザインなど喫煙促進を国を挙げてプッシュしている、そんな風にも映ってしまいます。今なら絶対炎上案件だろ、体の害になるタバコを推し進めてたのかと、令和の禁煙の流れから逆行している状況には驚きでしかないですね。これは当時の国会でも問題となり、厚生大臣だった渡部公造議員が委員会で誇大広告でもなく本当にそうだと思う、私も元気なので今日もタバコがうまいと発言したことで委員会が大荒れになってしまった過去もあるようです。そんなタバコがうまいのコピーに乗った形かどうかは定かではありませんが、1950年代後半からはタバコの新しい銘柄がどんどん発売する流れになります。今では人気銘柄として上り詰めたホープ、
ハイライト、セブンスター、この3銘柄の販売が開始した時期が1950年後半から60年代にかけてでした。ちなみにこの3銘柄、日本タバコ協会が上位に10銘柄の推移を公表していますが、1990年から2003年まで13年連続でトップ20にランクインするほどなので、こだわりで愛用を続ける人だけでなく、幅広く様々な銘柄を吸っている人でも一度は口にした経験があるでしょう。1957年に発売となったホープ、国産初のフィルター付きタバコですが、ショートホープの名で浸透しているかもしれませんね。というのも、7cmサイズ以外にも 8cmのロングサイズも販売されていて、ロングホープと呼ばれていたからです。ロングサイズよりも短いことから、ショートホープの別称がついたようです。それだと、ロングサイズの方がいっぱい吸えるんじゃないとツッコミや疑問が入りそうですが、ショートホープといえど、巻き臭は 26mm で、平均サイズである 7mm から 10mm と比べても大きめなので、一度にガツンと吸い込むことができるのも魅力の一つでしたね。ショートホープの名前を耳にして、タバコよりもドラマ「トンボ」を連想した人もいるのではないでしょうか。「トンボ」のラストシーンで主演の長渕剛さん演じるエイジが口に加えていたタバコがまさしくショートホープでした。お笑い芸人の鳥居みゆきさんがタバコにまつわるインタビュー記事で、トンボのラストシーンとショートホープの意味を知ったことがタバコを好きになったというきっかけを語っていることから、ドラマとタバコの影響力は半端ないですね。ちなみにホープにはキャッチコピーがあり、あなたの夢を生かした新しいタバコ。しかしその後にはなぜか芯から図太いに変更されています。おそらくホープの形状サイズ全長 70mm、直径 26mm を訴えたものでしょう。コルク巻き繊維にフィルター付きなので、煙もダイレクトではないから、喉が焼ける感じが少なく柔らかさがあるのが大きな特徴ですね。ドライゴールド、サワーレッドなど、2014年にホープの種類展開がありましたが、パッケージラベルの弓矢のカラーが変わる、遊び心も楽しめるものでした。ホープのメディア露出は先ほどの長渕剛さんに限ったものではなく、テレビドラマ悪魔のようなあいつの劇中でカモン亮を演じた沢田研二さんがホープを吸うシーンがお決まりのように流れていました。今はテレビドラマで喫煙はダメだろと疑問の声が時折上がりますが、昭和時代のドラマは劇中でタバコをプカプカなんて当たり前の世界でした。そのため1998年のタバコ CM を終了したことをきっかけに、タバコのポスターとして俳優の赤井秀和さんが宣伝キャラクターに抜擢されました。元ボクサー、白黒の迫力に加えて、キャッチコピーはホープの男、渋さとかっこよさを醸し出すポスターは様々なバージョンで展開していました。続いては1960年発売のハイライトは、日本初のロングサイズ 80mm であり、販売を始めた時期からフィルターが付き、そしてパッケージも今では当たり前となったセロハン包装されるなど、他商品と一線を画すタバコとしてプッシュされました。フィルター付きタバコの定番といえば、これまで新生やイコイでしたが、ハイライトがそのお株を奪う勢いで人気銘柄に躍り出たんですね。今も人気の健在ぶりから伺えますが、発売当初に20日で4億本の売り上げ、そして1968年には売り上げ記録が世界第1位になるというお化け数字を叩き出すんですね。人気の勢いは政治家から芸能人まで数多くの人が愛飲することから確認できます。古くは元内閣総理大臣の吉田茂さん、ハイライトが世に出るまでは葉巻でしたが、葉巻よりも軽いハイライトを吸うようになったという話が残されています。ドラマでは太陽に吠えろの萩原健一さん扮するマカロニがハイライトを吸うシーンが記憶にある人も多いでしょう。アーティストではサザンオールスターズの桑田佳祐さんは現在は禁煙していますが、以前はハイライトを愛飲していたり、ピースとハイライトの楽曲を作ったりして、谷村新司さん、堀内孝雄さんらが組んだフォークユニットアリスの楽曲である狂った果実の一節でも、ポケットで折れていたハイライトと
歌詞の中に取り入れられています。最近だと俳優の山田孝之さんもハイライトアイン社だとか、また直接のアインとは関係ありませんが、1964年開業の東海道新幹線0系列車の車体カラーは会議室内で見たハイライトの箱を見て決めたんだとか、他にも越後交通の路線バスの旧都色である白地に青基調のカラーリングはハイライトカラーと称して親しまれていたみたいですね。ほんのり甘くラム酒の香りが心地いい、重厚感がありながら苦味が少ない、唯一の欠点は灰がパラパラと落ちることと絶賛のレビューが並ぶのもうなずけますね。では人気銘柄のセブンスターはというと、ハイライトから遅れること9年後の1969年に世に現れることになりました。ただ銘柄名の長さのせいか、セッタ、セスタと略したり、七つ星などいろいろな愛称で呼んでいた人もいるでしょう。ちなみに名前の由来はセブンスターの発売時期がアポロ11号が月面着陸を達成した年でもあったことから、宇宙にあやかって星を表すスター、そしてラッキーセブンのセブンから命名したと言われています。ではホークとハイライトとの差別化ですが、セブンスターは活性炭を含むチャコールフィルターを初めて採用したタバコだったことですね。販売実績は1975年から77年までの2年間は第1位ながら、その後は2008年まで第1位の座を明け渡すことになってしまいます。その理由の一つはセブンスター派生商品が数多く登場したことにあります。現在のメビウスにあたるマイルドセブン、セブンスターライトなど、セブンスターの派生商品はわかるだけでも40種類以上にも展開しているんですね。ただホークやハイライトと違い、表立ってセブンスターを愛飲する人の声は少なく感じます。ネット検索でググってみても結果は、豊川悦司さんのテレビ CM はポスター、カスタムライトに起用された杉本哲太さん、メンソールシリーズの翔英さんなど俳優を抜擢した広告起用はありますが、1990年代半ばからのこと、消せない男というコピーで江角真紀子さんを起用した過去もありますが、1996年からのことなので、SNS がない時代にセブンスターの人気がいかに爆発的だったかがわかる世相にもなりますね。ホープやハイライトのような喫煙者に長く愛されるタバコの銘柄があれば、惜しくも短命に終わってしまったタバコも数多く存在します。例えば、パッケージカラーのグリーン、そのままの銘柄だった緑、発売されたのは1957年ですが、生産終了となった後の後継タバコを皆さんはご存知でしょうか。緑の後継タバコとされているのが、8年後の1965年に発売の MF の後継商品も存在して、1977年に発売となったサムタイムまでが一連のつながりがありますね。今では珍しくなくなったメンソール入りのタバコですが、戦後初のメンソール入りタバコとして世に出たのが緑でした。しかもパッケージには小さな文字で発火入りと控えめな主張、パッケージデザインは緑と白のコントラストから清涼感を引き立ててますね。緑が廃止の流れになるも後継商品として出てきた MFですが、 M はメンソールから、 F はフィルターから各英語の頭文字を合わせた銘柄名となっています。メンソール入りのタバコは MF 以外に泉やミスタースリムメンソールなど続々と登場はしていますが、当時は受けが悪かったのか販売は足早に打ち切られてしまうことがほとんどでした。価格上昇やパッケージラベル変更の波を受けながらもなんとか生き残り、後継銘柄となったサムタイムへと移行されることになりました。サムタイムはペパーミントを配合したことでフレッシュ感も得られましたが、すでに他ブランドからのメンソール入りタバコが多く販売されていた状況から、ひょっとすると見かけはしたものの手に取ることはなかったかもしれません。サムタイムライトのテレビ CM では、外国人のカップルがいちゃつくバックに歌手のアンリさんのサーフ&ティアーズが流れていましたね。ただ俳優やタレントが前面に出てプッシュされていたわけでもないためか、テレビに影響力があった昭和期では
ロングセラーになり得なかった部分も理由としてはあるかもしれません。すっきり感を味わえるメンソール入りのタバコなんて生ぬるく、フィルターなしで強烈な匂いとともにタバコをふかしたい来園家であれば、一度はゴロワーズを手にしたことがあるはずです。1964年に販売開始となったゴロワーズ、フィルターなし、両切りタイプ、個性の強さが光る匂いと癖の強そうなフレーズが並ぶ銘柄ですね。強烈な匂いの理由は、巻かれたタバコ葉が堆肥発酵させているからです。そのため吸っている本人だけでなく、煙に乗って周囲に匂いが拡散されました。ゴロワーズってバフン臭くね、堆肥の匂いはなかなか癖強だわ。そんなゴロワーズを吸っていた芸能人は歌手の釜谷津博さんがいますが、ゴロワーズを吸ったことがあるかいという自身の曲があるほど、しかも90万枚のヒット曲であるから、タバコとともに曲の影響力も計り知れません。他には人気アニメ名探偵コナンに登場する黒ずくめの男ジンもゴロワーズを封印していますが、常にタバコをふかしていたら、俺ここにいたんだぜとわざわざ居場所を自ら名乗っているものですよね。むしろ早く見つけてほしい思いでゴロワーズを吸っているのでしょうか。最後にご当地タバコも紹介しておきましょう。沖縄発のご当地タバコであるウルマとバイオレットですが、ウルマは1960年、バイオレットは1959年からそれぞれ販売開始となりますが、当時の沖縄は米軍に支配されていた時代、この2銘柄は旧産休品のタバコとして分類されていたこともあり、単なるご当地タバコとしてだけでなく、安く手に入ることで庶民に重宝されました。沖縄以外でウルマ、バイオレットをお目にかかる機会は少なかったかもですが、2022年の岐阜新聞ウェブでウルマのタバコを吸うだけのために沖縄に行ったという記事もあるくらい、知る人ぞ知るレアなタバコなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。当時の思い出を振り返って、あんなことこんなことを思い返せましたか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。これからも懐かしい昭和に触れていきます。他にも紹介した以外で封印したタバコや、こんなレアなタバコもあったなどありましたら、コメント欄に投稿してください。最後までご覧いただきありがとうございました。